こんにちは、日向雄一です。今回は、離婚回避して関係修復する3つのヒントということで、3回に分けてお話ししていきたいと思います。で、離婚したいと言われてしまったという、方にですね、大体私がカウンセリングの中で、アドバイスしていることを3つお話ししたいと思うんですけど、1つ目はですね、なぜ相手が離婚したいのか、それを知るということですね。でここに聖書の言葉を引用しましたけど、これはですね、黙示録の2章の4節から5節というところですけど、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさいということで、初めの、熱心な、神様に対する愛をですね、失ってしまったクリスチャンに対して、クリスチャンたちに対して神様はこんな風に語っておられるんですね。で、どこから落ちたのかを思い起こしっていう、つまり、あるいい場所にいたところから、落ちてしまったっていうことがありますので、実際の、2つやるべきことがあって、そのどこから落ちたのか、もともとあった場所を思い起こすということ、これが2番目のポイントになるんですけど、そして、落ちてしまったわけなんで現状を把握する、これが1つ目ですね。そして、悔い改めて初めの行いをする、元の行いに戻るということですね。でこれが3つ目のポイントになります。で今回1回目で1つ目のポイントなんですけど、ご主人があなたと別れたいと言っているのには、それなりの理由があるわけですね。でその理由は何なのかということを、しっかりと把握することが一つ目のヒントというか、すべきことになります。で、男性と女性はあまりにもニーズが違うので、自分は満たされてるんだけど、相手が満たされず苦しんでいるということに気づかないことが多いわけですね。でカウンセリングの中でもよくお話しするのは、例えば男性は、性生活、満たされる性生活を通して、妻との、気持ちのつながりっていうのを実感するっていうことがあるわけですね。で女性は、会話を通して絆を深めていくっていうことがあるわけです。でそういう男女の違いを知っていくこと、そして今までのご主人の言動から、言葉の端々からその彼の不平不満というのが必ず出てるはずなんですね。でどういう時に彼が黙り込んでしまうのか、もしくは彼が会話をふっと途中で中断して部屋を出て行ってしまうとか、それはどういう時だったのかっていうのをこう思い起こしていただくっていうことがあるわけですね。で何て言うんでしょうね、その夫婦関係が悪くなっていくプロセスっていうのは、大体最初に、怒りの感情があるわけです。相手が自分のニーズが満たされないままで、ある程度の時間が過ぎていくと最初怒りを覚えるわけですね。そして諦めのモードに入ってきます。最初は自分の気持ちをぶつけたりするわけですけれど、でそれが効果がないということが分かると、だんだんどうせっていうふうに諦めのモードになっているんですね。そしてどうせあいつはこうだからみたいな感じ でそれが続くと、だんだんいや女は嫌なやつだっていうかね、そういうふうになっていってしまうわけですね。それは倦怠とか嫌悪感っていうふうになります。そしてそれが最終的には離婚したいということになってしまいますので、その何が離婚を別れたいって本当に思うようになった原因なのかって知ることがまず第一のヒントになります。でそれは自分で悩んでても分からない部分もありますので、カウンセリングを受けてみたりとか、あとは本でね、自分で学んでみたりして、ご主人の、ニーズ、どういうニーズを自分は満たしてなかったのかっていうことを知ることがすごく大切だと思います。ということで、離婚回避して関係修復する3つのヒントの1つ目は、彼はなぜ別れたいと言っているのか、その理由、
夫の皆さんは大体自分の気持ちをこうぶつけてこないんですよね。だから何て言うんでしょう、 こちらから、まあ、推察するしかないというかですね、まあ、そういうことがあります。ですのでまず一つ目として、あの関係修復のために必要なのは、まあ、何によって相手を傷つけてしまったのかというのを知ることということを覚えていただきたいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。